ビビファイボーカルスクール講師のみっこです。今回はラジオ風 YouTube でお届けしたいと思います。なので聞き流してくれて OK です。そして今回のテーマは花粉症。今ちょうど私がね、日本一の呼吸器患者数を誇る名医大谷義雄先生の長生きしたければ喉を鍛えなさいという本をちょうど読んでおりましてね、その中に花粉症のことが結構書かれていたので、そのことを豆知識として皆さんにシェアしたいと思います。皆さんどうですか？花粉症毎年悩まされていますでしょうか？私は毎年超ヘビー級の花粉症に悩まされております。でもここ最近はね、ちょっと免疫力っていうものに意識を置いていたので、そこまでひどくない気がしますね。はい、今免疫力というヒントを出したんだけれども、このお話の中ではこの後免疫力がキーポイントとなって出てきますので、引き続き聞いててください。花粉症は近年急増している病気の一つです。鼻アレルギー診療ガイドライン2016年での報告では、スギ花粉症の有病率は全国平均 26.5% で、日本人の4人に1人はスギ花粉症ということになるんだそうです。花粉症の原因を分かりやすく言えば、こちら免疫システムの暴走なんだそうです。以前はバケツ理論とかコップ理論が有名になりました。人それぞれ生まれながらに花粉を貯留する大きさが決まっており、一定以上の花粉に暴露してバケツやコップから水が溢れると花粉症が発症して一生治らないとするものでした。でも最近の考え方では天秤理論というのがね、定説となっているそうなんですね。花粉症は花粉の状態、量と抵抗力、それぞれのバランスで症状の出方が変わってくるそうです。皆さん天秤をイメージしてみてください。右側に花粉がドーンと乗っていて、左側に抵抗力、人間の抵抗力と考えると分かりやすいかもしれません。例えば花粉の量が多くても抵抗力が高ければ症状がそれほど出ませんし、花粉の量が少なくてもストレスなので抵抗力が低いほど症状が出やすくなります。皆さん聞きましたか？ストレスで調子が悪い時には花粉症になるということがね、データで分かっているそうなんです。はい、ここでも出ました、ストレスでございます。ストレスが多ければ多いほど花粉症の症状は悪化するなんて恐ろしい。でもね、花粉の量はその年によって違い、多く飛散する年もあれば、それほどでもない年もあります。さらに抵抗力も一定ではないんですね。疲れている時やストレスがかかっている時、インフルエンザにかかった後は抵抗力が落ちていて花粉症の症状も出やすくなります。皆さんは花粉症の治療といったらやっぱりね、お薬に頼っている方多いと思うんですけれども、本格的に花粉症をなんとかしたいっていう方はね、舌下免疫療法などのちゃんとね、病院に行って療法を受けている方いらっしゃるんじゃないかなと思います。舌下免疫療法は今この時期2月からね、これ受けたいと言ってもちょっとね、間に合わないんだそうです。そんな舌下免疫療法というのは何なのかっていうと、玄関鎖療法が花粉症に有効なことが分かってるんですね。玄関鎖療法というのはアレルゲンである花粉のエキスを持続して摂取し症状を抑える治療法です。月に 1,2 回注射を受ける方法と、アレルゲンのエキスを毎日舌の下に数滴落とす方法、これがね、舌下免疫療法というんですけども、この2つがあるんですね。玄関鎖療法はバケツ理論ではアレルゲンである物質をさらに溢れさせてしまうことになりますから、症状は悪化するはずなんですね。だってね、花粉のエキスを持続して摂取してそれで抑えるっていうことですからね、症状が悪化するはずのところが実際には症状が軽くなり治療に役立っているということなので、バケツ理論っていうのはね、今花粉症ではもう説明がつかないということなんですよ。なのでね、この舌下免疫療法は大変おすすめですっていうことなんですけど、これね、秋からじゃないとちょっと受けれないので、秋からじゃないとちょっと効果がね、出ないということなので、来年花粉症悩まれてる方はね、いいんじゃないかなと思います。このね、
舌の下に数滴垂らすっていうやつはアナフィラキシーのリスクが低く痛くもないのでね、患者さんの負担がねすごく軽減されるらしいので気軽に受け入れるそうです。ということで今この時期から花粉症軽減したいんだけどなんかないのっていう皆さんのためにこのね大谷芳生先生がおすすめする食べ物をちょっとご紹介したいと思います。まず一つ目がね玉ねぎハニーという命名が付けられてるんですけど、玉ねぎを刻んで蜂蜜をね垂らしてつけるだけっていう誰にでもできる簡単な調理法なんですけど、このね玉ねぎハニーのちょっと作り方説明したいと思います。玉ねぎは薄皮ごとみじん切りにして容器に入れる。蜂蜜をかぶる程度注ぐ。レモン汁を加え容器に蓋をして全体をゆすって混ぜる。数時間おき玉ねぎの汁が出て蜂蜜がサラサラしてきたら出来上がり。好みによっては耐熱容器に玉ねぎを入れラップをして電子レンジ600ワットで30秒温めてから蜂蜜につけレモン汁を加える。そうするとねまろやかな味になるそうです。たったこれだけの調理法ですね。でねこの玉ねぎなんだけど、玉ねぎにはケルセチンという抗アレルギー物質が含まれていて花粉症やアレルギー性鼻炎に大変有効なんだそうです。さらに玉ねぎは動脈硬化予防にも役立つので赤反射を低下させるラクナ梗塞の予防にも役立ちますということです。ケルセチンは茶色い色素成分で玉ねぎの薄皮に多く含まれています。玉ねぎは薄皮も一緒に刻んで好みによってレンジでチンしましょうということですね。でね、蜂蜜にも咳を鎮める作用がありますので炎症も抑えてくれるので花粉症で腫れている喉には大変おすすめなんだそうです。そしてもう一つ花粉症に効くおすすめの食べ物、ジャバラでございます。花粉症予防で最近注目しているのが和歌山県産の柑橘ジャバラなんだそうです。強烈な酸味と苦味がありますが完熟すると酸味は和らぐんだそうです。ジャバラに非常に多く含まれているフラボノイド成分のナリルチンにはアレルギーの症状を悪化させるヒスタミンの放出を抑制する働きがあり、花粉症の症状を抑制するのではないかと研究が進められているそうです。ちなみに花粉症の治療にはヒスタミンを抑える抗ヒスタミン薬が用いられているんですね。大阪薬科大学の谷口雅彦教授の研究報告では花粉症に悩む143人に蛇腹花皮の粉末 360mg を15日間飲用してもらったところ約 70% が花粉症の症状が改善したと回答したんだそうです。また岐阜大学医学部の調査では花粉症を発症している15人の男女に蛇腹果汁 10cc を2週間から4週間飲んでもらい飲用前と後の症状を評価してもらったところ、鼻水、くしゃみ、鼻づまり、鼻のかゆみ、目のかゆみ、涙目という花粉症の6大症状すべてが緩和したという回答が得られています。ナリルチンは柚子、すだち、温州みかん、イオカン、ダイダイ、グレープフルーツなど蛇腹以外の柑橘類にも含まれているんですが、蛇腹の浮遊量が突出して多いのが特徴なんだそうです。すごいよね。以上この2つね、玉ねぎハニーと蛇腹、ぜひ皆さんね注目してみてください。でね、インフルエンザなんだけれども、これもね今時期、今もうピークは超えたのかな、まあでもまだねインフルエンザ流行ってます。インフルエンザにいいのはね皆さん緑茶ですよ。緑茶うがい、なんかね水分を取りたいなって時に緑茶を飲めばこれ殺菌作用がありますので、緑茶ぜひおすすめなのでね飲むようにしてみてください。じゃあ花粉症の知識ね、今回はたまたま私がねこの大谷芳生先生の長生きしたければ喉を鍛えなさいという本にね今夢中でこれ読んでおりまして、その中に花粉症が紹介されておりましたので皆さんにもシェアさせていただきました。またこういったね豆知識もお届けしていきたいと思います。花粉症というのはね歌い手にとってズバリ致命傷でございます。
レコーディングがこの花粉症の時期春に行われるなんていうとね、花粉症を持ってる歌い手さんたちはみんなねヒーってなるんですよ。なのでね、少しでも花粉症を和らげるために抵抗力を高める、そのためには皆さんストレスフリー、なるべくねストレス発散日々心がけてもらって、免疫力が上がる食材を取ってもらうなりね、運動してもらうこと大事だと思います。あとはね、関東に住んでる方は日光浴、だいたい1日20分目標にやってみてください。ビタミン D のアップ、このね日光浴っていうのがどれだけ体にいいかっていうのね、いろいろあのね研究結果出てますので、そういったものもね調べてみるといいかもしれません。みんなでね免疫上げて元気にね過ごしていきたいと思います。それでは今回は花粉症の豆知識お届けしてみました。チャンネル登録お願いします。それではまた来週、みっこでした。またねー。